皆さんどうもこんにちは、ワンディ&ゆうぽんです。今回ですね、私が大好きなお店屋さんに行ってきました。こちらのプラザに行ってきました。今回ね、プラザの方で6点購入してきました。ガチャガチャを購入したんですよ。ガチャガチャっていうか、この中にカラフルのチョコとか入れて、ピキンポンってやったら、こうカラフルチョコがポンって出るものになります。まあ、こんな感じでございます。出した方が早かったかな。こんな感じで、中にチョコを入れて、そしたらなんかポコンってチョコが出てくるというものです。で、980円で購入しました。こちらのスキットルズトロピカル、スキットルズワイルドベリーの2種類を購入してきました。こちらね、購入してきました。シールです。これは1200円です。ではね、今回はこちらのシールで、こちらの商品をこうデコりたいと思います。で初めてだからね、これ買ったの。ピンクっぽい、ピンクではない。これかわいい。部屋に飾りたいと思います。でもここにカラフルチョコなどを入れて、ここね、レバーを下げます。そうするとここからね、ポーンとチョコが出てきて、シールを購入してきました。今回こちらをね、ペタペタと可愛くデコりたいと思います。はい、ユニコーンちゃんはレバーの下にやりました。よし、ではゆうぽんがデコったものを見ていきましょう。こんな感じです。で、お城ではね、この中に早速入れていきたいと思います。終わり？わ、こんぐらい、こんだけなの？これは悲しすぎるわ。やばいやばい、これ嘘でしょ。そんなお菓子あったかな。はい、ではね、ちょっと早速やっていきたいと思います。お、なんかめっちゃ出てきた。こんな出るの？もうちょっとだけあったら3つ出ました。では食べていきます。これはチョコじゃない、グミですね。なんかグミだこれ。かわいい。なんかね、初めて買ってやった結果、もう結構インテリアにもかわいいし、あともっと買うことだね、これをね。ちょっとこれは売り切れ状態なので。初めてやったんですけど、出し心地もいいし、かわいい。はい、ということでね、今回はこんな感じで売りたいと思います。ぜひよかったらプラザに行ってみてください。ではよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。Twitter、Instagram、LINELIVE、MIXTINE の方もフォローよろぽんです。では、おつぽん！